ドイ・シュゲルは日本の実業家、アークレイ株式会社会長、社団法人日本臨床検査薬協会理事、兵庫県神戸市生まれ、静岡薬科大学卒業、1990年父親の経営する京都第一科学に入社、1994年代表取締役社長に就任、2000年にアークレイ株式会社に社名変更を行い、 血糖値の事故検査機器市場の開拓に注力する。2012年代表取締役会長に就任。1990年株式会社京都第一、科学に入社。1991年株式会社京都第一、科学取締役に就任。1994年株式会社京都第一、科学代表取締役社長に就任。2000年、 この年の6月10日が会社創立40周年にあたることから社名をブランドネームであるアークレイを冠したアークレイ株式会社に変更代表取締役社長に就任2007年関連、細川光元の邸宅跡地に近郊市後藤長則里志則府氏が築いた庭園養水園を研究棟用地として購入2012年 アークレイ株式会社代表取締役会長に就任。その後、日本郵政公社の京都貯金事務センターの跡地の入札に参加し、41億円にて買収する。この跡地には、室町時代の官僚である、細川光元が築いた邸宅に始まる庭園があり、江戸時代に聖遺大将軍となった徳川家康より与えられた、金光氏跡藤永のが造営。 この里しのりが小堀演習に依頼し、補作した。アークレイグループの研究施設の移設と合わせ、庭園を整備した。ありがとうございます。